ゴンダラダって0失点は仕方なし、前半の後半に一本ずつファインセーブを減るし、ラックタスの処理も安定していた。トミエス6.5所要所でらしいプレイを見せたが、不安定なプレーも、本調子とは言い難かったが吉田もや7.0高身長に乗ってとコミッチとブリミルにしっかり対応。ボックス内での強さも光っていた。谷口7.0スケイン代表戦に引き続き相手に仕事をさせず、ディルタップの質問が上がった。 伊藤獣や6.5持ち味のスピードを生かし相手の左サイドを困らせ、質の高いクロスも上げた。とか、失点心理は対応が遅れた。連動をたる7.5素早い反応で最終ラインを何度もサポート。対人守備の強さもさすがのものがあった。森田6.5味方のサポートに早くあり、守備のカバーも光った。少し軽率なミスもあったがマイナスポイント。長友,友と6.0敵陣でのクレイは無難だったが、守備では左サイドに2担。 CD のカバーも光っていた。ローアミツ7.0キープ力はさすがで、質の高いクロスも。守備でも切り替えを素早く行い、肯定した。カマーから6.5ボールによく振れ、リズムのチャンスも見ました。しかし、失点時の要請の甘さはくやまれる。前田7.5、甲府ナウン同僚とスピードを武器に処理で貢献。先制後のは非常に落ち着いていた。アサン浅野拓馬5.0、裏へ抜け出すもその後が続かず、攻撃を活性化できなかった。 三戦、賛成カウル6.5、クノアチャンにかなり警戒された。それでも延長前半では単独でチャンスを作った。坂井裕樹木6.5、不調明けを感じさせないとはフルなプレーを拾う。それ以えカウルを捉えることも多かったのはク南の匠5.5周囲とうまく連携できず。流れを変えるだけのクリアは出られなかった。田中を追う6.0難しい時間に入るもついてくれした。 森保監督6.0クワッチ相手に一歩も引かず合格以上のバトルを披露。うん